さあ3つ目のキーワードです。夢を語って叶える大人を子どもたちに見せたい、はいはい、2つ目でちょっと入ってきましたけれども、このドリームプランプレゼンテーションを見ると、はいはい、要するにまずは夢を頭の中で考えるだけじゃなくて、うん、言葉に出して人にこう伝える、はい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 、熱い思いをですよ、はい、ね、きちんと伝えるっていうことをしなきゃいけないわけです、はい、で実際夢を語って叶えていく、現実的にね、うんうん、そういう力を持った大人との出会いってすごく大きいと思うんですよね。そうですね、うん、なんかたくさんの人たち、まあ、ドリプラじゃなくても、あの夢を叶えていくっていうことってできるんだと思うんですけど、はい、なんかドリプラもその夢を叶えていく、なんかこう自己実現というか、それをしていく一つのツールだと思ってて、はい、ドリプラが全てだっていう風な感覚じゃないんですね、はい、ただこういう方法もあるんだよっていうことを本当にたくさんの人たちに、知ってもらいたいなっていう風に思いますね、うんうん、大人自身もなかなかこうなんていうんですか、こうなるといいなとかいう思うことはあっても、うん、それをなかなか口にする、うんうん、うんと仲良しの飲み友達とは知ってるかもしれないですよ、はいはい、うんうん、だけど、ね、うん、不特定多数の、うん、あとその若い人、うんうん、あとその経営資源の人たちに向けてきちんとまとめて、はいはい、プレゼンするっていうようなことってなかなか機会ないと思うんですけど、うん、でも実現のためにも絶対取らなきゃいけないハードルといいますか、それがあって初めてこう実現に向けて一歩踏み出せる。そうですね、いや、そうなんですよ、うん、本当になんかそこからが実はスタートで、そこがスタートで、今、うん、はい、3月3日に向けて本当にプレゼンターたちはこういろんな困難にぶつかりながらも、うん、そこをこう目的、まあ、皆さんの前で語らせてもらうっていうことを目的に今進んでるんだけど、はい、実はそこからがスタートな話で、ちょっとゴールでは、ね、ないというか、うんうんうん、でその本当にね、なんて言うんだろう、自分の資質というか、はい、なんでこの夢を諦めたくないんだろうっていうとことを、うんうん、とことん向き合うので、うん、いろんな感情がこう吹き出してきたり、でその感情をプレゼンの中に組み込めたり、組み込めなかったりっていう、うん、今こうね、いろいろこう精査されている状態にはなってるんですけど、はい、なんかやっぱりいつからなんでしょうかね、うん、こう夢に思ってることを口にできなくなっちゃうのって、うん、っていうか、日々の生活に追われて、うん、だんだんもうそれどころじゃなくなってくるとか、もしくはそもそもない、うん、そもそもこう自分の夢、うん、なんだろう、やりたいことなんだろうってわからない人が、うん、それわからないっていうことを言葉に出すのって恥ずかしいかもしれない、恥ずかしいっていうか、ね、なんか夢もないのなんて、だけど私人の夢を聞いてると、ね、あ、そういうこと言うんだったら僕もあるよっていう気づきも出てくると思うし、うんうんうん、ありますね、あ、そういうこと君したいの、僕はこういうことでお手伝いできるかもねっていうこと、うんうん、僕のこのことでできることでお役に立てるかもっていうのもやっぱり喜びとして大きいと思うんですよね、うん、そうですね、うん、なんかもう本当にそこを感じてもらいたいっていうか、あ、こういうこと思っていいんだとか、うん、こういう夢って持っていいんだって、なんかいろんな選択肢の中で、あ、自分もだったらこういうことをやりたいと思ってたんだよねっていうことのヒントになってくれれば、うん、本当にいいかなっていうふうに思ってますね。当日はあれですね、じゃあ本当にこう若い人はもちろんだけれども、今なかなかこう、うん、なんかこれから生きていくにあたり、うん、なんかこう夢とか希望とか、はい、こんな夢を持ってるんだけどっていうような人たち、うん、大人にも来てほしいですね、そうですね、本当に、うん、アホみたいに大人が夢語りますからそんなバカなみたいな本当熱いです、本当に面白いです ね、 ね、福津さんにもね、はい、お役を、なんだっけ、審査員でね、あ、コメンテーターですね、コメンテーター、当日は福津と、あとバックナンバーにもおりますが、奥芝商店の奥芝さんとか、はい、はい、そうですね、はい、エリサちゃんも、うん、登場してくれます、そうなんです、楽しみですね、はい、どんなプレゼンテーターに会うのか、はい、中高生、若い子に、中高生、特に中高生くらいの時に、うんうん、親とか学校の先生以外の大人の価値観に、一つでも多くの価値観に触れてほしいと思うんです、うん、そうですね、はいはい、うん、これがドリームプランに来ると会えますね、会えますね、うん、うん、本当ですね、はい、はい、なんか私がこう一番こうね、伝えていきたいっていうか、大人ってやっぱり楽しいよって、大人になることを
夢見れる子どもたちにしていってもらい、うん、なってもらいたいなっていうふうに思うので、大人になるっていいな、うん、早く大人になりたいなっていう、そうですね、うん、でそれをこうね、バカみたいにこうそんな夢を語ってる大人を見て、子どもたちがなんか笑顔になっちゃう、お父さんお母さんがなんか毎日いろいろ大変なことがありながらも大人っていいぜっていう風な、うん、こうちっちゃいコミュニティの中で発信していける大人がどん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 増えていったら、うん、なんか子どもたちの笑顔がますます輝くかなと思って、うん、なんかすごく楽しみですね。あ、なるほど、うん、あの加納さんに今後っていう話を伺いましたら、このドリームプラン自体をもっとなんか敷居を低くというか、いっぱいやりたいんですってね。そうですね、はい、北海道は札幌だけで一応北海道大会っていう形でやってるんですけど、もう本州の方では地域ドリプラ的なものがあったりとかですね。地域ドリプラ、そうなんです、もうちっちゃい町の中でやったりとかですね、あと会社の中でやったりですね、うん、会社ドリプラ、うん、そうなの、だあと職人さんばっかりのドリプラがあったり、あと女性だけのドリプラがあったり、はい、歯医者さんだけのドリプラがあったりですね、眼科さんだけのドリプラがあったり、なんかそういう形で北海道はもう幅広く、はい、何でも OK でやってるんですけど、いろんなこう業界に特化したドリプラもやってるので、なんかいろんな地域で、はい、もうね、別会とか、そう、ね、うん、牛がいたりとかってしても、うん、もう牛の中でやったりとかね、はい、なるほど、なるほど、うん、なんかフィールドはどこでもできますよ、どこでもどこでも、そうなんですよね、はい、漁師さんのドリプラがあったり、あってもね、私町内会とか、あ、面白いですね、商店街とか、うんうん、そういうところで、うん、あのドリプラっていうのを、例えば定例で半年に1回とか、年1とかダメですよ、うん、2年3年ごととかじゃなんなら半年に1回ぐらいペースでやると、そうですね、うん、なんかみんなでもっとあんなことこんなことっていう広がりができそうな気がしますね、うん、そうですね、なんかこう、うん、でいや今日はね、今週はどこどこでドリプラやってるからちょっと行ってこようかみたいな、なるほど、うん、ドリプラがもう本当に共通用語になっていくっていうね、ドリプラしちゃうみたいなねドラクエみたいなドリプラしちゃうみたいな、ドリプラしちゃうみたいなのがこうね、こう元気になっていくキーワードになってくれたら、うん、いいですね、面白いなと思ってます、どんなものか、まだ出会ったことのない方は3月3日ですね、はい、はい、そうです、はい、ルートンで行われますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そんなわけで今日のゲストはドリームプランプレゼンテーション in 北海道実行委員長の加納智子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。